これからクラシーと知床半島の中間まで、まあ、シャチやクジラ探して出てきます。全部で船4隻で探しますから、まあ、もう少し行くとね、日の中間になります。ゆっくり背中が出たり入ったり出たり入ったり、波に向かうと非常に気をつけてください。今左前方、これ押すの見えました。まあこの紫っていうのがシャチのデータ、回って歩く回遊するルートが大体わかる。まあ餌を食べに来るか、あとは繁殖行動みたいなのが結構交尾行動取るんでね。でここ何日間しけとか入って見えてなかったけど、昨日も1匹も見えて、まあ、今日もこれ今見えて、割と確率も高い。ぜひこのシャチ見に来てもらいたいわ。